コストっていうと、イニシャルコスト、ランニングコスト、メンテナンスコスト等々があります。この度もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私、株式会社高木修行建築設計事務所の高木和重です。この度もよろしくお願いいたします。前回までが質疑等々だったんですけども、引き続きそれを個別に質問されたものとかそういったのがありますので、それについてまたいくつか挙げていきたいなというふうに思っております。で、今回については、まあ本等々でも言ってます、多く言ってるんですけども、コストについて改めてちょっとお説明したいなというふうに思ってます。まあ、住宅をはじめ、まあ、建物においてコストっていうと、イニシャルコスト、ランニングコスト、メンテナンスコスト等々があります。まあ、イニシャルコストっていうのはまず、まあ、初期投資、建物を作るとき、また購入するときのコストになります。イニシャルコストのところで注意するところなんですけれども、まず工事費については、本体工事、まあ建物本体と、あと設備工事っていうのがあるんですけども、外構工事っていうのが他にもございます。よく我々が坪あたりいくら、例えば木造だったら坪あたり70万だよと、どうのこうのというようなところがあるんですけども、それっていうのは、まあ出てきて外構工事は含んでない言い方をすることの方が多いです。まあ、外構工事については、まあ、本当にピンキリですので、いくらどうのこうのっていうところでもないんですけれども、まあ、外構工事が少なければいいんですけども、広大な土地で外構工事がかなり部分があるよっていうと、なかなか、まあ、工事費っていうのが上がってくるというのがあります。注意していただきたいっていうのは、その工事費、まあ、本体工事、外構工事も含めた他に、その他の費用、諸経費っていうのがかかってきます。例えばその諸経費、我々設計事務所に頼むんであれば設計管理料っていうのがかかってきますし、あとはローンを組む場合でしたらローンの費用とか、あと税金関係、不動産所得税とかそういったものもかかってきますし、あとは重機備品、あとは引っ越しする費用とか、そういったボロボロの費用がかかってきます。一概にどのくらいとはなかなか言えないところがあるんですけども、大体、本体工事に対して10% 強、20% ぐらいかかるんではないかなというふうに言われております。としますと、例えば本体工事が3000万だった場合、諸経費として20%の場合だと600万かかるよということになりますので、総事業費としては3000万プラス600万で3600万だよというところになります。とかく工事費は確保していますけども、そのものの諸経費までがこう確保されてないというところが時々見受けられますので、その辺は注意されるのがよろしいんじゃないかなというふうに思っています。例えばこの静岡県だった静岡県の、施設に補助金等々があって、いろんな助成金とか、ありますので、そういうものをうまく組み込んでイニシャルコストを抑えていくというのも一つの方法かなというふうに思いますので、各種こういった補助金等々を調べてされるのもよろしいかなというふうに思っております。続きまして、ランニングコストなんですけども、ランニングコストというのは、まあ、運営費にあたります。具体的に言うと光熱費や都市計画税とか固定資産税、あとは火災保険料とか、ローンを組まれていればローンの支払いとか、そういったもろもろの費用になります。まあ、これも諸円化を考慮してですね、電気の自由化や、あとはまあ住宅ローン減税等々もありますので、いかにまあランニングコストも抑えている方法がありますので、その辺も調べてやっていくのがよろしいのかなというふうに思います。まあ、だんだん建物を使っていけば古くなってきますので、まあ、何年か後にはメンテナンスが必要になってくるのかなというふうに思います。特にメンテナンスで注意すべきは、設備関係が早くメンテナンスが必要になってくる。これはもう日進月歩、日々こう進化しているというような状況なので、10年後に壊れてしまったからって言って、部品を取り替えるというわけにもいかずに、総取り替えというふうになってしまうのかなというふうに
った例でいくと、私どもの会社もウォシュレットの蓋が壊れたんですけれども、要するにその蓋がもう取り替えができないよっていうことで、結局のところ全部本体も変えなければいけなかったっていうところがありますので、思わぬ費用がかかってくるっていうところがあります。まあ理想といえば、まあ工事費の例えば3000万工事がかかったっていうんであれば、それのうちの 1% 年30万を定期的に積み立てておいて、いざという時に充填するっていうような考え方が必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。最後になりますけども、イニシャルコスト、ランニングコスト、メンテナンスコストを総合的に考えていくというところをお話ししたいと思います。例でいきますと、例えば太陽光発電を入れたいよというところがあって、初期投資イニシャルコストとして100万円かかりますを想定します。その太陽光発電を入れたことによって、ランニングコストが10万円の効果があります。要するにガス電気使うよりも10万円太陽光の入れたことによってコストが落ちますよということがあります。それで10年後メンテナンスに100万円かかりますというふうに想定します。そうしますと、10年以内にメンテナンスをすると総合的にはマイナスになってくるというのがあります。つまりどういうことかというと、イニシャルコストで100万円かかって、年のランニングコストが10万円得するということであれば、例えば6年だったら60万得することなんですけれども、ランニングコストで。だけどイニシャルで100万かかってますので、総合的には100万引く60万で40万円のマイナスだったということになろうかなと思います。そうしますと、10年やって初めてイニシャルとランニングが釣り合ってくるよということになりますし、10年以上所有してればイニシャルが得してきたなというような形になるかと思います。いずれにしろ、このトータル的にコストがどういうふうにかかっていくのかっていうようなことはバランスとして考えていくっていうのは大切なことなのかなというふうに思っております。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。次回も頑張ってまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。